誤解です。これは全て誤解なんです。誤解？強いて言うなら、君たちが待ち伏せをしていた場所が誤解を招きやすい場所だったことくらいか。ご慈悲を。本当に誤解なんです。どんなに勇猛な人でも飛雲商会の貨物に手を出すはずがないでしょう。あそこで何か起きているみたいね。行ってみましょう。あれ、飛雲商会、まさか。もういい、何も言うな。皆の者、こいつをもっときつく縛っておけ。かしこまりました、坊ちゃま。妖魔の仕業かと思ったが、まさかまた放蕩団だったとは。ゆくあき、チョーン、なんでここにいるんだ？やあみんな、ここで会うなんて奇遇だね。何かあったのかい？私から先に質問させてちょうだい。これは一体どういう状況？でも、なんで趙雲もいるんだ？趙雲は僕の家に客として来ていて、そのついでに同行するよう僕からお願いしたのさ。そうだったのか。じゃあ趙雲がさっき言ってた妖魔の仕業ってなんだ？行く秋が古書の中で妖魔に関する伝説を見つけたと言っていた。その古書には妖魔の外見や出没する場所が正確に書いてあったらしい。とにかくこの近くに着くと趙雲が待ち伏せに気づいたんだ。正義の執行は僕の責務だ。お金を受け取る道理なんてない。皆の者、この賊を総務市まで連れて行け。この賊は警察総の窃盗事件と関係があるかもしれないの。総務市に厳重な取り調べをするよう伝えてちょうだい。なるほど。かねてより行く秋坊ちゃまの人助けについては聞いていたわ。ありがとう。今日のことを感謝するわ。大したことではない。どうか気にしないでくれ。みんな、一つ思ったことがあるんだが、もしかしたらこの場所に配置された砲塔弾は一体だけではないかもしれない。一体だけではない。おや、趙雲、君も気づいていたのか。先ほどあたりを調べたとき、遠くに足跡がいくつか散らばっていた。道の中央にあったものとは形が違う。もしかすると他のメンバーが待ち伏せをしているのかもしれない。それに先ほどあの者らを捕まえたとき、相手はほとんど武器を持っておらず、人数も少数だった。もし本当に飛雲商会から強奪を試みようとしていたというなら、それはあまりにも恐れ知らずだ。僕が思うに、あの者らは強奪を試みていたのではなく、他の者との合流を待っていたのではないだろうか。どうやら窃盗の共犯者のようね。ここで待ち伏せをしていたのも盗品の運搬を手伝うためだったのかも。それでその盗品とは一体何だい？年寄りや子供に手を出すと卑劣な。人手の件はどうか心配しないでくれ。チョン、人を連れて警察総の応援に行こう。ああ、僕たちに任せてくれ。賊など僕たちの相手ではない。二人とも手を貸してくれて感謝するわ。これで警察総の問題も一つ解決かしら。ただ惜しいのは、追ってきた足跡がここで途切れていて、どこに向かったかわからないことね。あと少しで砲塔弾を一網打尽にできたのに。北西。ええ。では、警察総のことは二人に任せるわ。ああ、ご心配なく。